にちは、こんばんは、おはようございます。一ノ瀬かなうです。はい、今日はちょっとね、今日から新発売のメニューがあるということで、朝モスに行ってきました。モスバーガーさんのね。はい、で早速なんですが、今日買ってきたやつを食べていきたいと思います。まずは今日発売されたこちらフレンチトーストからいただきます。バターなんていらないかもと思わず声に出したくなるほど濃厚な食パンで作ったフレンチトーストです。このフレンチトーストは朝モス限定で発売されてて、なんかお店でこう焼いていただけるものと冷凍のものがあるみたいなんですけど、お店で焼いてもらうってなると朝モス限定10時半までですね、限定で売ってて、冷凍のやつだったらなんか一日中買えるみたいなんで、もしね朝行けないなって方でもぜひこちら食べてみてほしいんですけど、これにねプラス40円でメープル風シロップをかけてもいいんだよって売ってたんで、それも合わせて買ってみました。まずはちょっと普通に食べます。いただきます。おー、柔らか、もちもちだ。ちょっとナイフが欲しいけど。はい。じゃあいただきます。結構ふわふわで美味しいですね、うん、ちょっと甘みもある感じの食パンかな。最近生食パンみたいなの流行ってるじゃん、高級食パンみたいな、なんかどちらかといえばそっち系の味がする食パン自体。ちょっとねお持ち帰りしてきてちょっと時間が経っちゃったんで、ちょっとね冷めちゃって硬くなっちゃってるんですけど、それでもね食パン結構ふわふわで美味しい。私ちょっと一口目二口目はやっぱり素材の味で楽しみたいからいいんだけど、こっからちょっと味変でやってみたいなと思います。かけます。これじゃあね、ちょっとごめんなさい、食べかけで、あれなんですけど、かけていきたいと思います。ちょっと遠慮なくいきますね。あ、結構粘着質のあるシロップだねこれ。あんまサラッサラな感じではないかもね。このぐらいにしとこうかな。結構ビローンってなってるんですね。はい、かけました。いいテカリ具合です、見てください。はい、じゃあ今度はシロップ付きでいただきます。わー、でもいい香り、めっちゃ甘い香りするこれ。はい、でいただきます。うん、うん、間違いない。甘くなるね、やっぱり。でもなんかフレンチトーストって聞くと、ね、私いつもメープルシロップドボドボかけてるから、なんかこっちの方がいつものって感じがする、個人的にね。いや、この食パン美味しいな。なんか食パンだけでも売ってるみたいなんですよ、モスが作った食パンみたいな。この食パン自体でこうマーガリン塗って食べたりとかちょっとしてみたくなる食パンなの。美味しいフレンチトーストです。私モスで初めて食べたなこういう食パン関係。こちらが期間限定の混ぜるシェイクです。はい、期間限定の混ぜるシェイク、いちごです。なんか栃木県産のスカイベリーっていう品種のいちごを使ってるみたいで、私スカイベリー昔食べたことがあって、スカイベリー自体すごい甘くて美味しかったのを覚えてるので、そんな感じなの楽しみ。前回
回さ、そうそう、もうほんとこの前の動画でさ、ボスの混ぜるシェイクの鎌倉小川軒さん監修のさ、レーズンサンドのやつで食べたと思うんだけど、また再来だね、シェイク再来。いただきまーす。これはね、ガチのいちごソースって感じ。シェイクがやっぱり濃厚で甘いから、結構さっぱりめかな、いちごソースが入ることによって、うん、さっぱり飲める系のシェイクです。下までちゃんとソースが入って、たっぷりいちごソース入ってるから、まんべんなく最後までいちごが楽しめそうな感じがします。さあ、ということで次、クリームチーズ照り焼きバーガー、こちら食べていきたいと思います。いやー、嬉しいなー、これチーズも好きなので、また復活してくれて嬉しいです。うわー、おいしそう。はい、なんかこんな感じ。ちゃんとタレがタレタレってるよ。ちゃんと中にクリームチーズも入ってました。ほら、クリームチーズやべえ、めっちゃうまい。これモスの照り焼き美味しいの知ってたけどさ、なんかタレもなんだろう、なんかちょっと改良されたんだよね、新しくね、照り焼きバーガー自体がね、これめっちゃ合うな。マジうまい。なんかこの照り焼きのタレとタレを食べて、うわー照り焼きだってなるんだけど、その後からクリームチーズがちゃんと来る感じ。でもチーズ独特のなんかこう臭み、変な臭みっていうのがあんまり来ないからさ、クリームチーズだといい感じにね、こうお互いがお互いがこうまろやかになって、めっちゃ濃厚で美味しい。これ私好き。これ多分クリームチーズがね、なんで上に張り付いてんだろうとか思ってるの。違うんだよこれ、多分計算されてるんだよ。上にあった方が噛んでお肉が最初に来るじゃん、噛んだ感じでいくとね、あーってやった時にお肉が来るんだけど、その後その隙間からこう上の方からこうクリームチーズがバーって来るから、ちゃんとどっちもね味わえるようになってんだよね、これしっかり。すごい、ちなみにこの前の動画と一緒でこれ買ってるってことは朝モスなんで、朝ごはんです。私の超カロリー高いね今日も。ポテのセットについてきたやつ、今日もオニオンリング食べます。
あっちゅう間にラスト一口、一口。これ本当チーズがね、チーズの臭みが全然ないから、チーズ嫌いな人とかでもいけると思うよ。なんか照り焼きバーガーはさ、やっぱり一応レギュラーメニューでいつもあるから、もしねよければ期間限定のこっちのクリームチーズの方ぜひ食べてみてください。これうまこれなら何個もいけそうだな。私ノーマルも美味しいな。ちょっとはけてないところ食べたけど、ノーマルも美味しい。厚みがあるから食べ応えがあるんだよね。ごめん、もう切らないでこのままいっちゃうね。甘いのとしょっぱいのとってちょうどいいバランスだな、この4つ。このシェイクもさ、なんかいろんなやつとコラボしてるけどさ、やっぱりこのモスシェイク自体、このバニラのねシェイク自体が美味しいから、なんでも合うんだろうね。さっぱり系でもいけるし、この前みたいにねちょっとお菓子と絡めたようなやつとかもね、全然問題なかったもんね。問題どころか美味しすぎちゃったもん。素晴らしいです。無敵です。ちょっとポテトが2本とシェイクちょっとかな。完食。ラスイチです。終わりー。ブシェイク、ちょっと集中して飲むね。はい、ということで完食。全部食べ終わりました。あ、美味しかった。いやー、なんかやっぱ外れなしだな、モスはすごいな。今日はモスバーガーの今日発売の新作商品と期間限定の商品と復活の商品を食べてみました。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。